どうしました？これは普通下駄歯2本ですよね。はいはい。1本なんか手に持ってますけど、不思議な風情の人ですね。武道の心得がありそうな、時代を超越してるような感じの人。一本歯の下駄でスタスタとカラコロと。ここへ入ってちょっと気になるな。ねえ。そうですね。これなんて書いてあるんでしょうね。なんか象形文字みたいだけど、これは剣というですね。剣球会、研究会。なんだこれは、気になるぞ。お邪魔してみます。階段を降り切るのだと書いてありましたね。ごめんください。あ、大勢いらっしゃる。大勢いらっしゃる。中島さん、お客様いらっしゃいました。おはようございます。ちょっとね、一本間の下駄で歩いてらっしゃる方の後について来たら、なんか半身動作って言うんですか？半身動作研究会。どういう研究をなさっているのかちょっと知りたいなと思ったんですが、もしよかったら一緒に。半身動作研究会では、古武術の基本を学び、日常の生活に役立つことを教えてくれます。バランスの取り方や動作を会得すれば、腰などに負担をかけずに重いものを持ち上げることもできるそうです。まあちょっと最初こう ちょっとあんまり腰が痛いとあれなんで、軽くよいしょ、はい、そうですね、はい、はい、それで手をね返すんです。え、返す、手のひらを返す、はい、肘も制限されてくるし肩も制限されてくる。でこれで持つ。ちょっとやってみてください。こうですね。でこう腕を伸ばして伸ばして、あれ同じ重さですよね。そうそうそう、半分以下ですね。あ、全然違うわ。全身をこうギュッとこう伸ばして、ね、持ち上げてるような気がしますね。だ、肘とかをこうやって使ってしまうと、うん、せっかく体がね、胴体が働きでこう上がってくるのをここで止めちゃうんですね。ちょっと余計なことした。最近はこういう動きをこう家庭介護とか、あ、介護ね、はい、まあ、例えばベッドからずり落ちちゃったね、うん、こう床にこう、はい、落ちちゃったと、はい、でその時に自分じゃベッドまで上がれないと、ね、この時にさっきの手の甲を返して、はい、入れますよね。でそのまま自分が倒れていくようにするとスイッと上がっちゃうんで、こうそのまま出しましたね。僕70キロ近くあるんですけど、スッと。目黒さん試してみることに。まずは普通の起こし方。お前、お前、お前。で今はね両手だったでしょ。はい、今度これ片手で。片手で。今度は教えていただいたやり方で。肩を上げて、上げて。上げて。でこれ入れて差し込みます。ここで、はい、でこの手はもう一つこっちに倒すんですね。このまま、はい、そうです、そうです。まあもうちょっとここ開けてください。本当に何もやってない。半分以下ですね。感じ感なんか上げた気がしないでしょ。うん、スーッて、で差し込んで、さらに体の大きい人でも、で体を向こうへ倒す。ほら、落ちちゃった。で、後ろに入ってあげて。後ろに入って。はい、よかからしてあげた。よかからし。信じられないかもしれませんが、本当、本当に力いらないんですよ。75キロでしょ、はい、すごいでしょ、でも。